Thank you.
はい、皆さんこんにちは。せーの、キティアイです。よろしくお願いします。では簡単に自己紹介させていただきます。はい、ダンダンです。ダンダンはい、ムーンちゃんです。はい、OG のみーちゃんです。はい、つんちゃんです。はい、ゆめちゃんです。はい、じゃあ 次は私たちから、キティアイの花ちゃんです。お願いします。ひかるんです。お願いします。OG の夏美です。ともちゃんです。いや、お願いします。こっちで待っとこうか。まなみんです。よろしくお願いします。まみです。よろしくお願いします。今日はね、さっきの黒いリボンつけてた子が今日から初めてステージの新メンバーなので、その子にちょっと自己紹介してもらおうと思います。葵ちゃん。はじめまして、葵です。よろしくお願いします。かわいい。好き。かわいい。結婚して。キンゴ。キンゴ。葵ちゃん、ちょっとなんやろな、自己紹介的な感じ で、ね、質問してもいいですか。質問タイムしましょう。どうしよう。なんでキティアイに入ってくれたんですか。いや、でも私すごいアイドルが好き で、ツイッターで見つけて入りました。かわいいね。ありがとうございます。かわいいね。ありがとうございます。オタクになってる私が。え、アイドル何のグループが好きなんですか。特にイコラブが好きです。ぽい。好きそう。好きなメンバーは斉藤渚ちゃんが好きです。ぽい。ナータン。キティアイのナータンは葵ちゃんという。間違いない。え、他にあります、好きなグループとか。他はでも地下アイドルとかも、フォーティエイトとかも好きです。地下アイドルあるやんな、チュラ。あ、そうです。最近はチュラが好きです。フリークアイドル。あ、フリーク。チュラ知ってる人。お、え、結構いてる。え、地下知ってる人も結構おるんやな。そうよね。うちら、地下好きやしな。そうそうそう、地下好きトリオ。地下好きトリオ。そう、48好きなメンバー多いやん。そうやな。地下あんま知らんって子もおるから。そう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 。うちらの曲いつかやりたいね。やりたいですね。楽しそう。私、完全無敵あゆうの知ってる。 MUTKIU。 やりたい。 We are KTI。 ちょっとなんか、ちょっとなんか語呂悪い。ちょっとダサい。ちょっとダサい。すいません。ダサかった。死ぬ。やりたいな。何が一番好き、チュラだったら。え、でもやっぱチュラランレーサーとかも好きです。あ、最高。チュラランレーサーいいよね。え、うん、メンバー、好きなメンバーとかいてる。田中美優ちゃんが好きです。え、目でかい子、あの、めっちゃすごい。みんな目でかい。緑の緑の子。それはそうなんやけど。あ、私あの子好き、あの、マリンちゃん。あ、マリンちゃん。そう。ライブでも行ったことないねんな、チラ。でも私も2回ぐらいしか行ったことないね。あ、そうなんや。そうです。フリークが好きなん。チュラからフリークに行った感じです。関西フリークとか行ったことある。え、ないです。あ、関西フリークない。ワックルみたいな。あ、ワッサークル。ワックル、わかります。みたいな。私でも昔パンナナのオタクやってて。あ、そうそう、あの小崎ののが、小崎のの、小崎のの好きで、あの小崎のの水色だったんですけど、面からだから水色。そうそう。え、でも小崎ののも、あの、あの、あれなんで、あれなんです。あれなんで、すいません。どこ行ったのな。どこ行ったの。今メイドカフェで働いてる。そうなの。じゃあお着替えタイム終わったということ で、はい、それでは次のお曲に行きましょう。どうぞどうぞ。ダーリンダーリン、ちょっと待って、青い月が見てるじゃない。ダーリンダーリン、ちょっと待って、ヤシの木陰隠れましょ。ダーリン、ダーリンダーリン、ぎゅっと抱いて、波の音
私をあなたには見せたいのに可愛くない私を見せてしまってる。この瞬間にかけてみよう。
誰かと一緒にいると僕は僕じゃない。小さい頃からブランコが好きで、シーソーに乗っている時はただ相手に合わせた。気づけば君はいつの間にか僕のすぐ近くにいるのに、僕は僕らしくそう普通でいられるのはなぜだろう。それが恋と知ってしまったならこんな自然に話せ、チームが増えてきたかなって思うんですけど、全然ね、TI とかにもね、やってほしいなって個人的には思います。楽しいですね。ネオジャポネオジャポそうなんですよね。今月末に、あ、めっちゃ私事なんですけど、今月末にちょっと現場がありまして、めちゃめちゃ楽しい。そう、オタクしてる時のマミちゃんが一番輝いてるそう、なんかね、心広い現場って聞いたことありますか？ここ広って言うんですけど、なんか最近そうコロナの影響でコールとかリフトとか全部ダメじゃないですか。でもなんか心広い人用のライブって称して何でもありのライブがたまにあるんですよね。でそれが24日にちょっとありまして、そう、宣伝になってるけど大丈夫おじさびでちょっと上がりたいなとかこんな可愛い顔してるけど、オタクしてるってほんまにオタクの顔やから皆さんにはちょっと見せられない顔してるかもしれない。マナミにいつも、もう教え目語ってる時のマミテさんめっちゃキモいってはっきり言
えてるものかな。これからねやる曲あのワールドエンドスターリーナイトねねやるんですけど、まあ、何回かキティアイ見に来てくださってる方は多分一度ね見たこと二度見たことある人もいるかもしれないですけど、そう今回はあのなかったんですけど、最近実はねマミちゃんが虹のコンキスタドールっていうグループで目覚めたらしくって、いつかキティアイであのトライングラトライアングルあの三角形ってやるやつなんですけど、やって私もお詫びに行きたいなと思ってる所存です。マワループ良かったです。良かったかなり良かった、かなり良かった。ちょっとオタクモード入ってるよ。やりたいですね。マナミとマナミとあとみーちゃんあの待ってるんですけど、このカチューシャ、そうそうそう、そうこれからのヒントなんですけど、何かわかります？あ、戻ってる方いますね。あ、早い。そうです、正解です。猫猫ということはそう、あの曲ですよ。ね、ここ来てる方は、まあ、初めて来てくれ、今日ユニドルとかの現場全く初めて来たよって人いらっしゃい。めっちゃめっちゃ嘘でした。めっちゃ嘘でした。結構ユニドルの現場ね、何回か足運んでる人は見やったことあったりね、見たことあったりしたことある曲なんで、ぜひ一緒にしてほしいなと思います。で多分知らなくてもなんか適当にこんなことしてたら楽しくなると思うので、あ、ですか？まあ、マナミ猫が来た。とミネコ。ミネコ。ミネコ。かわいい。一言お願いします。かわいいご。一言。無理。かわいい。かわいい。じゃあ行きますか。はい。袖をめくったら
傷だらけの世界から下がるどこか二度とはないし縄れたいか
せよ、そんな涙を流させたのは彼なんて、あなたのことを愛していたらきっとひどいことできないはずでしょう。おかしいよ、気づかないうち人に振り回されちゃって、服の趣味とか髪の色まで誰かの言いなりになってる。恋は盲目って言うよ、パートメディスンみたいなもんだよ。本当の愛はそんな辛くなんかない。やいや、インディペンデンガールじゃなきゃダメさ。あは、声を聞かせてよ、誰かのものなんかじゃないんだ。私たちインディペンじゃなきゃダメさ。あは、こっちを向いてよ、自分の生き方くらい自分で決めてみる。
ここからはちょっとね、マナー派で MC していこうと思います。はい、大丈夫大丈夫大丈夫もう喋れる。わかった。ここまでの曲について感想喋れます？そうやな、私が一番思い出のある曲はだってだってだってなんですけど、忙しいやつねすごいもうステップとか大変で、振り入れの時からすごいあのみんなで頑張ってたんですけどなんとか前の神戸であの野外のステージでやらせてもらったのと、今回もう1回2回目で披露させていただけて嬉しいです。素晴らしい。ダンスが DI で一番うまい。いや、全然一番うまい。一番うまい。え、やのにダンス習ってないって言ってた。習ってない。習ってないけど。経験者じゃないみたいな言ってるのにめっちゃうまい。いや、みんな可愛くて、うまくて、歌うまい子も多いんで、すごい。まだみんな。ムーンさんも。ムーンさんやばいよ、ね。ムーンさん先やばくない？ムーンさんやばいやばい。独立女子。やばい。ねえ。ほんまにすごかった。マナソロもやってた。マナソロ、ツイヤでやりましたよ。ツイヤ、そう、私ツイプラのオタクなんで。ちょっとハプニングがあって、あの、引っかかったんですけど、パンツ見えてなかったですか？おパンツ放送事故大丈夫。YouTube で流せます。あ、よかった。よかった。よかった。安心。めっちゃ安心。あと、犬猫もね。うん。かわいい。めっちゃ可愛かった。あ、あとあれ、モンチューの、さっきの曲のあの、新メンバーの葵ちゃん。見ましたでしょうか？これこれこれマジで可愛い。大人なネイルのところの葵ちゃん。可愛い。葵ちゃんもみんなの妹なので、あの優しく優しく優しくしてください。またこちらが守るんで、うん、もうすぐにすぐに守るんで。はなちゃんはなんかこれからやりたい曲とかありますか？そうですね、私はそれこそあの欅坂とかが好きやったので、なんか二人セゾンとかあとかっこいい系の曲とか、かっこいい系、あれやってほしい。風に吹かれてもやってほしい。あー、楽しそう。声ないもん。なんかダンスバキバキやる曲とかバキバキ系やってほしい。ネモハムとかネモハムやってほしい。ネモハムやってほしい。死ぬかな、ちょっとなんかどうだろう。はい、いけましたでしょうか？いけましたね。無理かな。え、ま、次の曲何か忘れた。次の曲メドレーですか？あ、メドレーね。はい、あの、有名な NMB48 の、おお、有名な子 NMB オタク多いでしょ、絶対。あ、OK 出ました。それでは、次の曲どうぞ。初めての星みんなで見ていた。いつか誰かから聞かされた星。ここから見えるよ、思ってたより
ということで、すいません、失礼いたしました。ここ10メドレーを披露させていただきました。イエーイ。あ、ちょっと。あ、つなぎ。あ、おいでじゃあ、ちょっと好きな、この、ここ10メドレーをやる。いや、まあ、せやんな、ちゃうわ、なんやったっけ。みんな、MNB が好きなそうメンバーで。で、そうです。で、今回、ダンさんのコネで、見逃さない、見逃さない、こう、見逃さない君たちへの皆様に、ご協力をいただき、こんなに素敵な衣装をお借りし、ここでメドレーと青い月が見てるからを披露させていただくことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃちょっと好きな曲を、はい、はい、初めての星を、何やセレクトしました。初めての星はですね、ちょっと私にとっては山本さやかさん大好きなんですけど、山本さやかさんの2018年の万博10月にありました卒業コンサートで現地で一番初めに初めての星をこうせり上がってきてさよねがでこう一人こうやってめっちゃかっこよくこう女神の微笑みで客席を見渡しながらメンバー全員がおる一番大きいステージに行って初めての星を歌い上げるっていう素晴らしい演出がありましてもう大好きで一生ブルーレイ見てますこんな感じで始まりはソロでそうそうなんですちょっとかぶせで歌わせていただきました夢が叶って光栄でございますすいません喋りすぎましたどうぞ次ちょっと順番変わるんですけど最後のジッパーでセンターやらせてもらってジッパーは私が NMB 知らない時にあかりんの YouTube で MV をあかりんが自作してたのを見て、うん、こんな可愛い曲があるんやって思ったのがすごい印象に残っててそっからもうすごいずっと大好きな曲でそんな可愛い曲をセンターでやることができてすごい嬉しいですイエー嬉しい私もこんな機会をくれてありがとうございますジッパーできるなんかもうジッパーできるなんてっていうなアイドル好きな人は女の子みんな好きな曲をそんななこんな贅沢すぎるありがとうございますありがとうございます続いてあ続きまして私がセンターさせてもらったのがちょっとこの衣装ここにだって天使はいるやったんですけど私めっちゃ NMB が好きでなんか大学になってからとか、まあ、高校の時とかからも劇場公演とか行ってたんですけどここ点だけもうほんまに全部外れて行けなかったんですそうほんまにもう何回応募しても行けなくってもう行けないなら踊ってしまえということでおたくらしい踊らせてもらいましたなのでめちゃめちゃもう満足してますありがとうございますありがとうございます本当にもう好きなものをすべて詰め込んだメドレーだったのでいやマジで楽しんでやることができまし た, しましたはい素晴らしい OK であじゃあ次の曲の準備ができたということでじゃあそろそろいきますいきましょうはいそれでは次の曲ですどうぞ
何もかも新しくて、明日はどんな日なんてわからないけど、前を見てひたすら進んでゆく。君
ね褒めているの意地張る心だって誰かとかしてよ歌うまいので、また。そうですね。ナナミンの歌はレベチですよね、人はね。
3人で歌えたら、3人でまた歌えたらと思います。はぁ、ちょっと疲れたなちょっとこの怒涛にこういっぱい、いや出て着替えて出て着替えて出て着替えてね、皆さんどうですか、皆さんちょっと疲れてませんか大丈夫ですか、すいません、ちょっとちょっと暑なったぐらいです、暑なったぐらいですまだまだいけますかねすいませんね、お付き合いいただいてありがとうございます本当にとか言っちゃった、いや本当になんか優しい方々ばかりなので、ついつい他そうですね、じゃあちょっとじゃあ今後やりたい歌いたい曲ちょっと具体的に、そうね、ちょいいですか、あどうぞ、私はですね、あのやっぱ歌といえばハロープロということで、うん、私はあの、まあ、ジュースジュースが一番好きなんですけど、あの KUF5 月3日の伊藤さんのライブで歌わせていただいたプラトニックプラネットというジュースジュースの名曲があるんですけど、それをぜひあのかっこいいのでやってほしいです、欲しい、お願いします、欲しい、一緒にやるの一緒にやろう、あとはいっぱいあるね、なんかハロプロあんまり私詳しくないんですけど、よく坂道とかいっぱい聞いてるんですけど、初恋サイダー、やりたい、なんか鈴木初恋サイダー、そうそうそう、初恋サイダーもその時ソロで歌わせてもらって、うん、難しいんやけど、けどあれ歌えたら超かっこいいんですよね、ハロプロってなんか歌ってるとスッキリするね、そう、どの曲も、そうなの、本当にそうなんですよ、あとハロプロ、ハロプロ歌ったら何やろうな、あスタダも好きよ、エビチューとか、エビチュー、そう、エビチューやりたいエビチュー、エビチューやっちゃいますか、エビチュー何やりたい、何やろうあの全力ランナーとか、あちょっと心霊しちゃったみたいな、全力ランナーしか勝たんやろ、全力、いやマジで全力ランナー、ミルクティーやろ、あーみんなで一緒に帰った日あ、ちょっとカラオケ大会始まっちゃったミルクティー、あと何やろうな、うん、エビチュー、エビチューはでもオーラスーパーヒーローとか、あースーパーヒーローめっちゃかっこいい、そのなんずれの言うな、 OK が出たみたいですよあでは続いての方に登場していただきましょう、どうぞどうぞ、私は小さい頃母の影に隠れてしまうようなすごくおとなしい子でした。そんな私が初めて人より夢中になれたのが AKB48 でアイドルでした。私はあまり人をまとめることができなかったり、うまく話すことが苦手なんですけど、今日こうしてたくさんの後輩に囲まれて、ファンの人に囲まれて、ステージでサークルとして最後を迎えられることをすごく幸せに思います。AKB48 は私の青春のすべてでした。私はまだまだステージとして AKB48 の夢を追い続けますが、サークルとしてはステージに立つのが今日が最後です。最後にこの曲を歌わせてください。夢の川。ここはどこなのだろう、空を見上げて探した星、私いつの間にか一人はぐれてしまったよ、何も恐れないで、たとえ離れてでもずっとずっとみんな変わらずに。
じゃあ MC コーナーまたやりたいと思います。じゃあここではキティアイのちょっと過去のことを振り返るっていう内容で、じゃあ夏美さんがキティアイに入った理由を教えてください。はい、私がキティアイに入ったのは大学に入学して1年生の春になんか新入生に見せるステージみたいなのがあって、それで初めてキティアイのステージを見て、こんなに可愛い人たちがおるのかと思って入りたいなと思ってました。で最初はなんか衣装を用意したりとか音源を担当したりとかっていうなんか裏方さんみたいな感じでサポートできたらいいなと思って入ってたんですけど、その当時の先輩に一回ステージ出てみたらって言われて、それ出てみたらすごい楽しかったので今に至るという感じです。はい、ありがとうございます。出てくれてよかったです。ともちゃんはどうですか？私は夏美さんとかの代が出てる文化祭の動画が YouTube に上がってるんですけど、まあ、それを見てがこんな可愛い人いるんだって一緒一緒で、私もこんなことしてみたいなって思ってすごい憧れてたので、まあ、大学1年生の初めはなんかコロナが流行ってて、まあ、サークル活動あんまできてなかったんですけど、まあ、途中からできるようになって一緒に踊れてすごく幸せです。はい。私も幸せです。何や、印象に残ってる曲とか、そうですね、話しますか？今までやった曲で印象に残ってる曲、私から言った方がいいかな。じゃあ私が印象に残ってるのは乃木坂46のハルジオンが咲く頃っていう曲なんですけど、私がキティアイに入ってから多分初めてぐらいに人前で披露した曲で、その頃はもうなんか前に人がいるのに緊張しすぎて右も左も分からずっていう感じだったんですけど、その緊張も含めてすごい楽しかったので印象に残ってます。ともちゃんは何かありますか？私は今日披露したのガールズルールがすごい印象に残ってて、
か初めに TI に入った時になんか初めてなんか体験みたいな感じでガールズルールを教えていただいて、それがすごい印象に残ってて懐かしいですね、はい、いつかやりたいなって思ってたのですごいできて、まあ、念願かなった感じです。はい、ありがとうございます。はい、今日披露したガールズルールではともちゃんセンターでしたもんね。やった、はい、やったで、ここまでで何曲か披露させていただいたと思うんですけど、今日の公演で披露した曲の中でともちゃんが裏話があるんですよね。でももう忘れ去られてるかもしれないんですけど、なんか孤独兄弟やったんですけど、それいつもマイクなしで練習してたのに、なんか出たらマイク持ってて、えってなってそのまま踊りました。かわいい、あるあるですね、はい、マイクないのにマイク持って出ちゃうのは、うん、またリベンジしたいです。またリベンジしたら私も見に行きたいと思います。はい、待ってます。じゃあじゃあもしもシリーズやりますか。もしもシリーズいきますか。もしも TI のメンバーの中で生まれ変わるなら誰がいいですか。いやもう迷いなく夏美さんです。あ、私ですか、はい、理由は何でしょう。理由はメンバーの中でも夏美さんはすごい人気で、顔もちっちゃいし頭もちっちゃいしスタイルもいいし恥ずかしい、優しいし、みんな大好きなので夏美さんと生まれ変わりたいです。ありがとうございます。こんな大人数の前で言われると思ってなかったのでだいぶ恥ずかしいですけど。はい、夏美さんは。私はともちゃんって言った方がいいと思うんですけど。いいです。私はそうですね、生まれ変わるなら花ちゃんに生まれ変わりたいです。花ちゃんダンス上手です。そう、花ちゃんあのキティアイに入ってくれて初めて練習一緒にした時に、あの皆さんも見ていただいても分かってると思うんですけど、めちゃくちゃダンスが上手で、うん、なんか同じ振りをやっててもすごいこうこなれ感があるというか、すごい上手に踊るので、生まれ変わったら私も花ちゃんみたいに踊りたいなと思います。はい。ありがとうございます。じゃあこの辺で MC コーナー終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
やーイエーイちょっと変な入り方しちゃったごめんなさい。はい、ここからの MC は、はい、花ちゃんとひかるんで担当したいと思います。お願いします。ちょっと花ちゃん何回出るんやって感じなんですけどちょっと許してください、はい、ちょっとそろそろ公演の方も終盤にかかってきました。はい、はい、じゃあここからは私たちの好きなアイドルについて話したいと思います。はい、私とヒカルンは結構アイドルの趣味が似てて、どこから入ったんかな、どのアイドルから好きになったんかな私は中学生の時に欅坂 のサイレントマジョリティで入って、うん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 、乃木坂好きになって、うん、今は、イコラブとかのイミさんが好きです。うんうんうん、欅の時の推しメンは、長浜ねるちゃんですかね。ねるちゃん、うん、ねるちゃんかわいい私もちょうどひかるんと同じぐらいに中学生の時に欅坂にめちゃめちゃハマって、そこからもうギュンとアイドルの沼に行ったんですけど、それより前の小学校の時に AKB さんにめちゃハマって、ヘビーローテーションとかちょっと時代やなって感じやねんけど、感じなんですけど、ちょっと小学校の休み時間にみんなでこうギンガムチェック踊ったりとかやってましたね。そう、それで中学生になって欅坂にハマって乃木坂さん行って、そう、今本当にヒカルンと同じでイコラブの意味にちょっとかじってきたかなみたいなところです、はい、最近なんか新しいグループで聞いた、ニアジョイ、ニアジョイ、ニアリーイコールジョイ、なんかもうちょっとあまりにもどんどん名前長くなっていくんでもうほんまに覚えられないんですけどほんまに必死に覚えてるって感じで、あれや、日向坂も好き、忘れてた、私日向坂が一番好きなんですよ、忘れてた、あ、やばいやばいやばい、推しメン、そうなんです、私日向坂の渡辺美穂ちゃんっていう子がめちゃめちゃ好きで、うん、ちょっとご存知の方いるかもしれないんですけど、つい最近卒業発表してしまいまして、いやもうほんまに2期生で一番最初に卒業発表してしまって、ちょっともう本当に精神が今やばいんですけどここも今日ちょっと立てるかなぐらいのダメージをほんまに一時ちょっと伺ったんですけど、なんとか立ててよかったなと思いますさあ何喋る、ここからの曲はあと結構昔の場でも見せた曲、見せたことあるセトリが多いかな、うん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 、ちょっと何とは言えないんですけど、はい、終盤ってことはそう、本当に終盤ってことはあの曲来るかなみたいな曲がバンバン出てくるんですよね、うん、キティアイといえば的なキティアイといえば、キティアイといえば何でしょう何ですか、あれなんかいっぱい来ましたよこの衣装はなんか見覚えあるはい、じゃあそろそろ後半戦ということでみんなに歌ってもらいたいと思います。次の曲です、はい、どうぞ。愛しいとでも言いもん
ここではグッズ紹介今更ですが、はい、やりたいと思います。はいね、もうここで変えたいとさ思ってもさ、うん、もう変えないんだけどね。はい、ごめんなさい。じゃあ今手に持ってるのが、うん、T シャツで、ゆめちゃんがこれデザインしてくれました。すごい可愛いですよね。ね、可愛いよね。なんか T シャツあんまなかったもんな私は。はい、で後ろには名前があって、すごい ね、すごい記念になりますよね。皆さん着ててすごいお似合いです。ほんまに思ってる、はい、思ってます。あれやね、タオルもあるんよね、うん、はい、ちょっときつめの色でこれキティアイ。タオルね、うん、初めて作ったよね、うん、多分猫の肉球がついててね、かわいい、はい、これはね、なんか色合いとかこの青地にピンクっていうのはみんなで決めたんよね、うん、なんか普段使いもできるみたいな色で。はい、終わってからも使っていただきます。ね、ちょっと頑張ってね。はい、ね、はい、あと生写真とチェキも、いつも通り販売してて、今までも私の時代はあんまり生写真とかチェキとかやってなかったんですけど、卒業する年からちょっと始めてみてね。はい、今では結構盛んに盛んに行われてます。そう、今日初めてさ、うん、チェキの通称撮ってる、うん、どうでした？なんか隣に人がおってこうやって撮るっていうのが、うん、なんか新鮮新鮮でした。でもみーちゃんさんは大人気でした。そんなことない。はいはいはい、はい、であれや、生写真やんな、うん、生写真はメンバーのヒカルンがこのね、ツインテの声ね、うん、が撮ってくれてて、まあ、ほぼ全員分の生写真を撮ってくれててめっちゃ綺麗でさ、うん、びっくりしてん。いつも撮ってくれててな、はい、カルちゃんってなんかほんわかしてるんで、みんなすごい笑顔になりやすい感じで、うん、確かに和やかなムードで撮影してます。そう、私だけムーちゃんに撮ってもらってんね、うん、どんな感じでした？昨日なんかね、うん、むーちゃんなんか、あ、いいよいいよみたいな、みーさんかわいいよってめっちゃ撮ってくれた。それは結構乗りますね、気持ちが。そう、乗っちゃったかな、うん、ちょっとアイドル気分やった、うん、かわいかったです。見ました？見た、はい、どうやろ、うん、まだやね。はい、まだです。熱っ。話しますか？全然考えてなかったです。私以外にもさ、なんかつんちゃんやったっけな、うん、はなちゃん、ゆめちゃん、誰かな、だなんか私も今日チェキの通所初めてなんですって言っててさ、うん、初めてでも今までやったことがなかったと思います。やんな、うん、確かに私前もまあ、チェキあんまりやったことないか、うんうん、前違う公演でチェキやらせてもらって今回これやから、この2回しかやったことないねんけど。いつもチェキの落書きするときとかってどういうこだわりを持ってるんですか？それがですね、私、はい、色彩センスがなくて、なんかね、なんでこの組み合わせみたいな色をねすぐ使っちゃったり、なんか字書くやんか、それの字がなんかホラーのホラーフォントみたいになってて、なんかこんな字下手じゃないのにって思いながらなんか書いててんけど、なんかムーンちゃんとか見たらさ、うん、めっちゃ綺麗でさ、ですよね、でもマナミンがマナミンが可愛い、うん、もうプロってますよ ね、今度ねマナミンのチェキ、うん、撮ったことない人な、やってほしい、皆さん買ってみてください。熱っ。まだやね。はい、まだみたいです。まだやね、うん。私も落書きいつもあんまり得意じゃなくて、うん、なんかどういう感じで描いたらいいのかなって迷うんですけど、ね、うん、どう描いたらいいんやろね、なんか。お、やっほー、ちょっと地球上手い人やん。なんてなんて、地球上手い人、地球上手い人、落書き、うん、せやろ、うん、うん、そうなんですよ、ちょっとね
いろんなアイドルの人とかをこう、あのそう検索したら出てくるんですよね、うん、チェキの書き方。あと、うん、あのユニドルの皆さんのあのファンの方が皆さんあの自分の推しメンのチェキをこう上げてはるんですね。あの確かに料理の、うん、ラーメンとかハンバーグとかチェキ飯ね。そう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 やつ、ね、そうそういただきますってやるやつ。あそうそうあれをちょっと結構参考にさせてもらってて、ああそういう使い方、あこういうポーズがあるんやとか、なるほど、何結構あそのマナミンにそのこうめっちゃ枠塗りで押しこ塗るのを教えてもらったりして、あとやっぱファイトが人気ファイトファイトあのそうファイト頑張れみたいな、今日もお疲れ様明日も頑張れみたいなやつが結構人気。まあでも私も嬉しいもん、まあ、確かにね、もらったら嬉しいですよね、誰に応援されても嬉しいです。えそんなつぶらな目で見やんといていやふめちゃん来てくれてよかった、うん、よかった。じゃあちょっとだけ準備がありまして、あじゃあ、はい、グッズをみーさんに託して、うんうん、一旦開けてもらってもいいですか。ちょっとじゃあグッズの、うん、あの次の曲に行くのに、うん、あの準備があるので、はい、一旦みーさんバイバイ、バイ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 、ちょっと強引にバイバイさせてしまう。ということで、はい、なあ、ねえ、ちょっともう多分私飽きてきてると思う。え、そう、そうかな。うん、でも私とのさ、うん、コンビってさ、なんか今ないやんか。うんね、なんかこう、うん、こうなんかなんていう、あのこう超キラキラ可愛いアイドル系となんかバチバチみたいな、なんこいつ何、うん、みたいな。でもいつも仲良し。あー、マイヤー聞いた。バーボー、バーボーも一回あっちで。バイバイ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 。バイ幼児じゃないよ。いや孫なんでね。あ、まあ、孫さ増えたよな。うん、あのおじいちゃんが。おじいちゃん。ちゃんそんなこと言う。ともちゃんが孫やから。あ、私たちはおじいちゃん。そう、あのファンはおじいちゃん。あ、我は。ともちゃんのファンがおじいちゃんっていう名称。私たちをババア。そう。おばあ。おばあ、おばあ、おばあ。おばあぶ。おばあぶ。おばあぶって感じね。さあ皆さんいかがでしたか。いかがでしたか。これまで結構解けなかった、長かったですけど楽しんでいただけてますか。今日はたくさん、うん、あのお友達だったり、バイトの方だったり身内が身内多くて、そうすごく嬉しいです。ありがとうございます。さあにゃんにゃーん。だから数が出てきてもな。ごめんなさい。お待たせしました。あ、見た来た。嬉しい。あ、いっぱい来た。プリキュアみたいやんな、この人。かわいい。かわいい。あの、お邪魔女ドレミみたい。確かに。なかわいいよな、めっちゃ。いいマジ好き。あ、じゃあ、ちょっと。続いてが、単独公演、最後の曲になります。ちょっと出されへんから、みんなで一人で気まずいやん。みんなでやってって言ってな。退屈やで。そうね、これで気まずい気まずい単独公演最後の曲になります。ありがとう。まあこんな感じで気合い仲良くやっております。これからも末永くよろしくお願いいたします。じゃあ。ということで皆さんスタンバイは OK ですか。それでは最後、もうちょい前、もうちょい前やな、ごめん、もうちょい、もうちょい前に行こうよ。それでは、最後の曲一緒に盛り上がりましょう。せーの、12秒。宝石をあげる。だから超
言われた。単独公演でした。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。
メンバーで3番目の風をお届けしました。3番目の風感じましたか？ありがとうございます。それでは続いては OG の皆さんの楽曲です。どうぞ。よくいつも歌ってくれるんですけど、もうマミちゃんはこの曲が大好きなんですけど、マミちゃんから、ね、そうでマミちゃんがその歌ってるの初めて聞いて、私はもう泣きそうになった。もうなんかもう胸熱、なんか胸熱、ね、やっぱりそのめっちゃさ大好きな曲を
やってる時ってやっぱすごい楽しいのが、それを一緒にパフォーマンスできるっていうのがなんかこうしみじみとこうキュンとなりましたね。ママや、ま、ママ、のママ、ママ、ママムズいな、ムズいな。ムンさんはなんかあります？あ、私ムズ、ちょっと待って、何も考えてない。や、振られたから振るでしょ、振るでしょ、それは。これ、何が楽しかったかな。あ、自分のやつやけど、めっちゃ人それがなんか楽しくて、それ大好き。あ、そう、なんか2人さ、歌いろいろめっちゃ歌ってたやんか、うちら、うん、なんかこう歌をすっごいめっちゃカラオケ行って、そう、隙間時間で30分でお願いします、1時間でお願いしますみたいな感じで、うん、カラオケでこう行ってた、練習してて、でやっぱりその時にこうこれぐらい歌えたらいいなっていうレベルまでは持っていくんですけど、こうまさか練習以上に結構今日は頑張って歌えたものではないかなと。本当に強い。そんなことはないんで。そんなすごい。今日はちょっと自分を信じて頑張りました。でもソロ曲見たかった。あ、ソロ曲ね。今日あれね、水屋でオタクがおると思って選びました。すごいでしょ。すごい。そんな。もう。ジャストヒットってやつ、ジャストミー、ジャストミー、ちょっと何だっけ、ちょっと暴れてます。そういうの分かんない。分かんない、分かんない、あ、犬猫好きやった、めっちゃ犬猫、あ、犬猫は可愛かったな。にゃにゃにゃ、にゃにゃにゃしてる、可愛いね。ちょ、あ、皆さん出てきました。よしよし、じゃあ続いてが本当に最後の曲になります、うん、イエーイ、イエーイ、ぜひあの、あ、タオル持ってる人、うん、持ってる人、あ、何でも着て合いタオルじゃなくても、もくれぐれも、あ、そうそう、あの、なんか何だったっけ、ペンライトでもなんか拳でもいいので、あの、一緒にこう盛り上がってくれたら幸せです。よし、じゃあ最後の曲いきましょう。せーの、くるくるかき氷。皆さん、この曲がラストなので、ぜひこの鬱憤を晴らしてください。乗り換えちゃって、やっと見えたこの日の
ウルみんなうまく見せれましたか？あ、ちょっと待って。はい、キティアイ。はい、タオル。はい、こんな感じです。あ、よし。よし、じゃあ皆様、起立。本日は皆様、キティアイ単独公演夏の恋が今始まるにお越しいただき、誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、公演はこれで終わりなんですけれども、最後に会場の皆様と一緒に記念撮影をしたいと思います。じゃあ、ちょっと写ってもいけるでしょ、別に写ってもいけるでしょ帽子でバレます。じゃあちょっと後ろに下がってもらって、照明さんありがとうございます。ありがとうございます。皆様、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。の公演はすべて終了いたしました。どなた様もお忘れ物がございませんよう、今一度お手回りをお確かめの上、お気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来場誠にありがとうございました。以上、みーちゃんでした。